The end of the song by um, Little Dark and um, J. Cole is called All My Life. It's funny, I did, uh, actually I did check out that video maybe a couple weeks ago, yeah. Oh, no way. No, I was wondering if you'd be down to kind of like translate for me and also for the audience that I have. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. So like, body some shit. That's just, just like, it. we talk about, like mm -hmm. when you do something very well, it's like you're killing it. Yo, Jordan Peel, gotta get out. Right. So Jordan Peel, uh, the director, uh direct, director, right? yeah, for Get Out. Get out. Oh yeah, that's right. He's the director of the Get Out. That's why he was talking about Jordan Peel. Yeah. It's a cheat code like I'm facing a Rico. And a nigga put a hit out. Rico done? Yeah, so it's a okay. major charge. You know, you put a hit on someone, it's like you you're trying to get them uh, murdered. But he's hmm. talking about putting a hit out like a song. So he has a hit songs and then he's double meaning of hitting somebody. It's like a Rico, gotcha. all these hits he's got. He should be getting a Rico charge on him, right? Yeah. So he's talking about the media. They talk. They sure. like they put these guys up only when they get killed, and they just do it for the views and the clicks. But they don't really yeah. care about them, right? I'm gonna check. I'm gonna check the channel after. I mean, obviously, I won't be able to understand. It'd be much, great. But... <laughs> <laughs> Thank you, Jordan. Thank you for take helping care. me out. I mean, Have well. a good one. You too. Take Bye -bye. care. You too. JPWeavy って日本でトップじゃないですかどう一緒に働いてみるあの人はお兄ちゃん超かっこいいでビート送られてきた時授業中だったんだよでけど「聞くじゃん!」ってなって「でアシスラーって出てきたのそうなんだそう授業終わって次の授業まで30分ぐらいあったんねで俺寮に住んでたから学校から5分ぐらいのダッシュで寮戻って忘れる前に撮ろうと思って撮ったら1曲全部できたのそこで30分で 1>, <What> the? 1年前くらいになんかシカゴでもスキーマスクブームみたいなスーパーマーケットとかの入り口にスキーマスクの絵が描いてあったのクロスしたんです。 スキーバック禁止に出てんだ。セントラルシー初め名前出さなかったのにそうだね。だけどもその人もう怒って、うん、う俺セントラルシーのマネージャーだぞみたいな、えー、やっぱだよねって思ってて <laughs> He's ててああ、そういうこてねあの一緒に入っていろいろんか話してくれてアドバイスしてくれてうんあマジで、うん、一番覚えてるアドバイスってあるまずは、うん はいってことで今回の Gold Rush Podcast のゲストは伊勢用のフィルス君です。What's up?What's up?What's up?Thank you, bro.Preach you. そういう感じでまあちょっと入っていきたいと思うんですけど、はい、すげえいつも気になってたこと。はい、え、シカゴ育ちなのえっと、いや中学までえっと日本にいて日本の東京でずっと育って、うん でけどずっとアメリカに行きたかったの。で、まあけど親も反対で、うそう、なんかもう、なんだっけ、義務教育、義務教育のだけ、日本でどうしても終わらせてほしいって言われて、えー、で、あの勉強んあんま好きじゃないんだけど、<laughs> そのアメリカに行くときだけ、<laughs> えー、マジでもう、もうマジで勉強して、<laughs> あの本当にし緒、頑張って。で シカゴに行って今4、5年くらい。4、5年くらい。四五年あ、そうなんだ。そうそうそう。え、でも高校卒業したんでしょ最近。最近した。そういうことだね。え、じゃあ中学校向こう行って中学校こっち。あ、中学校こっちなんだ。こっち行って向こう高校4年間あるから。あ、そうだよね。確かに確かに。9th grade から12まで。へえー。ははいはい。だけど、あの、 日本ではずっと日本の学校行ってたから、はい、あそうなんだあの英語そんなうまくもなかったからえっそうそうそうマジあの歌は歌ってたけどねはいはいはい、はい、あの耳はいいんだと思うあ<ー>てかそうだから喋るのはすごい一気にいけたんだけどううんうん、うん、その書くとか読むとかがあんまりうまくなかったからうん、うん、え一、ー、学年落としていったんねああその高校であのアメリカの高校アメリカでね、うんうんそうで えっと、だから、中三を二回やった、多分。あ、そういうことか。そう。で、ね、プラス、あの、向こうが九月入学で、こっち四月入学だから。そこでまたギャップで、うん、多分一年半遅れ。くらいかな。あ、そういうこと。うん。けど、あの、I really don't care。それはね、逃 <laughs> げればね、うん。<laughs> でもめっちゃ英語上手だよねマジで日本の効率良かったんだそうそうそうインターナションスキルとかあったんですあインターじゃないインターはめっちゃサッカーやってたんだけど小学校の時でその時にえっと1個クラブチームであのそのインターサンチャにあるインターのとこで毎週1回だけサッカーやってたんだけど俺以外みんな英語でで英語あんま喋れないから もうサッカーで見せるしかなかったそういうことだそうそう,そうだけどそういうのもあってなんか、うん、あこういう環境の方が自分今好きだなと思って<ー>アメリカにすごい行きたかったんだと思うなるほどねあとは音楽かなやっぱりはい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 、はい、あのなんていうの喋れなかったけど、うん、自分がなんか喋れるのがうまくなった理由はあのなんていうの 好きな音楽をさ1曲まずいつも見つけるのね小学校の時で見つけてもうそれをもう鬼リピートもう一日それしか聴かないみたいでそうなったらなんかもうあのなんていうの一日終わる時にはもうその曲がなんて言ってるかわかんないんだけどもう 完璧なの歌える歌える,のあ歌えるんだ何て言ってるか分かんないけど<う>音はもう分かってんだそうなんか音を真似するのがあれなんだと思う,う,うと得意なんだと思うへえそこが音楽との最初の始まりだったんだそうそうそうえっ昔はどういうの聞いてたのその昔は、うん、えっとねなんかさ音楽やってる人とか、うんうん、アーティストの人って結構 幼少期に親が曲流しててそういう影響があったっていう全然ない全然ないな俺だって親多分音楽聞いたことあんのかなぐらいな感じだしそういう感じだったそうで何かのタイミングでアメリカのポップを聴き始める聴き始めるんかきっかけがあって で小学校低学年ぐらいかなの時に初めて聞いてそっからもうその時はずっとポップ聞いててでなんかその時ポップと EDM がもうビルボードを独占する時だったからそのそれ系は全部聞いてそっからまたいろんなとこにつながってで中学でバンドやってたのあバンドやってたんだそうあの 日本だったら、えっと、109 Rock とか。109 Rock。うんすごい流行ってた、その時。そうだね。で、それを聴いてたりして、で、シカゴ行ったら、もうヒップホップにハマっちゃった。あ、シカゴ行ってヒップホップにハマったんだ。そうそうそう。あ、じゃあその前は別、ね、に。その前はっずっとアメリカはポップが多かったかな、結構。うん、なるほどね。そう。すげえな。え、シカゴ行って最初に聴いた曲とか覚えてるこの曲。シカゴ行って最初に聞いた曲 ヒップホップのうん。けどヒップホップハマった理由の一つは、うん、あの自分の向こうで一番仲いいやつがいるんだけど、うんうん、そいつはシカゴのそのちょっとなんていうの、治安があんまり良くないとか出身の子で、いいで、その子が初めて聞かせてきたのはジュースワールドかな。ジュースワールでそっからジュースワールドにまずハマって、っていうのはさなんか、 いきなりゴリゴリ,ゴリポップをずっと聞いてた人がいきなりあのめちゃめちゃヒップホップバンって来られてもおおってなるじゃんけどさジュース・ワォールってなんか結構なんかいろんなところからこうあの影響を受けてるサウンドだからそれがもうなんかドハマりしちゃってでそっからどんどんゴリゴリヒップホップもいったし あだけどね、小学校の時から R&B は聴いてたからね。R&B ね。はい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 。なのでね。そうそっちは結構聴いてたんだ。そっちは聴いてた。でも R&B からね、ジュースワード入りやすいよね。入りやすい入りやすい。バイブとかもそうだし。メロディックな感じ。メロディックな感じね。そう。まいいっすね曲も結構メロディックだもんね。そうだね。もともと結構、なんか曲は作ってなかったんだけど、なんだろう。なんか音楽がなんか好きすぎて。はいはいはい。 なんていうの家とかで小学校の時お風呂入ってるじゃんお風呂もう2時間ぐらい入ってるの本当 <laughs>。でももう大合唱 <laughs> もうめちゃめちゃ熱唱して2時間 2> <laughs> えー、でさあのさお風呂ってさ、うん、響きがいいじゃんそ<う>すごいめっちゃうまく聞こえるよね自分の曲とかそう,そう,そう,そうだから、うん おなるほどねそう2時間ぐらいずっと歌ってたの、うん、小学校の時は毎日 <laughs> なるほどねそ,<う>そっから来てるんだそうだとなるほどねそういうことか、うん、えシカゴはどうだったの住むとか暮らすってやっぱすごい日本と違う気がするんだよねいやすごい違うよねえっとね,うね初めはてかもう英語そんなに喋れない時にもう行っちゃったからはは、うん、はいはいはい、はい、で けどなんかね、もう直感、いつも直感で動くんだけど、すごい。うんうん、なんかもう絶対行った方がいいっていうのを思っ分かったの。あ,<ー>あのな、なんか、なんていうのあの、ネガティブ、なんて,なんていうのネガティブネガティブエフェクトがあっても、ああ、なんか難しくても,もう怖がらずに、行かな、行った方がいいと思って行って、うんうん で初めのね1ヶ月ぐらいはね結構地獄だったかなあ,<ー>あ日本人なんていないしそうなんだいない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 し、ええ、だからでねなんか初め留学生は結構いたのね中国とか学校にであのー、その留学生って行くと初め 学校が始まる1ヶ月前くらいに留学生は行って、サマーキャンプみたいな、その ESL とわかる、インフライングスキャンプみたいな。あれをやってて、だから自然にそこで固まるのね。学校が始まるときに固まってて、で、初め自分もそこにいたんだけど、なんか自分も含めてみんな英語下手くそだな。これじゃダメだと思って、それも直感なんだけど。あの マジで、学校始まって、そこから一回、友達辞めたわけじゃないんだけど、一回その輪から抜けて、でも学年全員のフレンドグループにを回った2週間で、二週間で全員と話した。すげえだだけど、英語もさそんな喋れないじゃんけども、あの、なんていうのタフに行くしかないと思って、で、そう、それで、 だからそっからもうシカゴの人たちとしか関わらないようになってから英語がもう一気にうまくなったくる、ねはい。やっぱそれが一番早いよね。いろ、うん、んな人と話して練習するのが一番早い気がする。そう,うそうそうそう。なるほどね。うん、でもそれは結構インスパイアされる気がする。なんかやっぱさ日本人とかでもさ英語怖いみたいな。留学したいけど怖いって人もいると思うけど。うん、やっぱ話すのが一番。いやそうだと思う。そうだよね、うん。なんかシンプル。なんかさみんなこう。 どういう方法があるかみたいな方法をすごい探す方法はめちゃめちゃシンプルなんだけどうん、うん、それが難しいだけどコミュニケーションすりゃ上手くなるもんね確かに確かに、うん、なるほどね <Yeah. S 2> えどういうどういうあの環境なのやっぱ結構さ治安悪いイメージあるからさやっぱしかもってそうだねなんか、まあ、場所を間違えるとそれはもちろん危ないところはたくさんあるけど自分的にはアメリカ 違う州とかもたくさん行ったけど、うん、なんていうかねシカゴは一番人間味があると思うへえー、そうなんだそうなんか危ないからみんなこう知らない人同士だったら結構なんていうの imitate かるんなんかこうそう imitate じゃない、うん、あの威嚇威嚇するんだけどなんかそれは それで友達になった時にあのいつもより近くなるお互いがこうやってなんていうの牽制しちゃうじゃないけどこう関係性を持っててそう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 それでそうだねそういうところがあると思うだから結構友達になったやつはなんていうのなんかあったら「I got your bag」かていうかそういうのはないじゃんあんまり東京とかはさ あ知ってるよっていう人がブワーっていてそんなに深くないみたいなそうだね確かに確かにそこがすごい深いと思うシカゴはああなるほどね結構メンタリティ的にそういう感じなんだクルーとか仲間とか結構そういう感じそうだねなるほどねそう思うだからやっぱああいうヒップホップはそういうメンタリティーになるのかなそうなんじゃないかなけどシカゴにいたけどシカゴドリルははいはいはい まあ聞いてたけどそんなたくさんは聞いてなかったけどっていう。チーフ・キーフとかあ、チーフ・キーフは聞くけあの人はもうレジェンドだ。そうだね、シカゴのレジェンまあだけど、アンダーグラウンドのそのなんていうの次来る世代のラッパーの子たちとか結構仲良くなったけどあのね、みんなあの見た目怖いし歌ってることも怖いけど確かに。やっぱね、いい人が多い。あ、そうなんだ。 あれってさリアルなんかな歌ってることえ、リアルなのかなマジで、アシュー・ドゥー・ブロー、i イデー・ロービンシェイ、i イデー・キ s ー・インシェイ、オプス、センニオプス、that。だから、あの、シカゴ、で、あの、バック持つときはあの、あんまりあの歩き回るリトバックあんま持たないバックパックこと？そう、バックパックは絶対持たないし男の子は大体みんな s h o u l ショ r b ル g ック。 それは何取られないようにってこと取れないようにそうええだからシカゴのファッションとかドリルのファッションってこのちっちゃいバッグなのかなそうだと思うみんなそのバッグだからああんかどういう意味んていうの別にそれに意味はないんだと思うけどんかもうそういう風潮みたいなはい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 だからもうみんなフレックスしたい時はそのショルダーバッグが例えばナイキって書いてあっ だったやつから GucciLB とか <laughs> ちょっと高級ブランドみたいななるほどねそういうことか、うん、そういう文化なんだ結構おもろいん、ね、でえやっぱドリルでさあの結構そのスキーマスクとかさ、うん、バラクラバとかさ、うん、あと w h セットアップとかテックとかさ、うんうん、結構きてんのやっぱきてるよねというかなんか 絶対ここつけないでいいじゃんっていう時でもスキーマスクはつけてるてかなんかあのあと寒いからシカゴすあそっか寒いんだやっぱそうマイナス20度とか結構寒いからそれでつける人もいるしだけどなんかどんぐらい前かな1年前くらいにシカゴでもスキーマスクブームみたいなトレンドみたいになっちゃってでんかもうどうでも いいなんかスーパーマーケットとかの入り口にスキーマスクの絵が書いてあってクロスしてあんのスキーマスク禁止 <laughs> <laughs> スキーマスク禁止に出てんのあとなんかいいショップとかはなんていうのああのあれ服のお店とかブランドのお店とかセレクトショップとかはあのフードかぶってるだけでもダメあそうなんだそう 絶対にセキュリティがいてめっちゃでかい。で、入るときに、あ、取ってみたな。言われる。シカゴのセキュリティほど怖いやつらはいい。怖そう、マジで。結構ガチであ、そっち座ってる人でしょ怖い怖い。でブウ。でかい、ムッキムキでしょムクソでかい。キムキだし。俺の縦も横も2倍くらいある。 <laughs> それはなるほどね。すげえな。でもシカゴって言ったらやっぱすげえいろんなアーティストいるよね。カニウエストカニウエス。トお、y e w e ウエス n LA。ノワイ。ほんと。マジで ?LA の、うん、あの、どこだっけなロデオドライブ。うん,うん。ね買い物してるときに、うん、あの、 なんかもういかにもなんかねオーラが違かったの違う G ワーゲンが横なんかグーンて行って「え待って」みたいなシカゴのやつらといたんだけど「カニエじゃねえ」みたいなってしかもテンレッじゃなかったの全く見えるんだあんな有名なのにもう全然丸見えみたいな「えカニエじゃん」となんかめっちゃ優雅にしてて。 the c o n y a. みたい。な we from chicago ってめっちゃ叫んで。で、そしたら、あの。あれ、窓開けてくれて。話、ちょっとだけ話して。マジで。そう。a ス、クレ r ジー。あの、やばいで。and then。right after that。えっと。アミリあるじゃん。アミリ、うん。アミリって、あの。入場制限あるの。あ、そうなんだ。そう、で、だから、あの。列並ばないといけないのね。で、俺と友達で、二人でその時は並んでて。 で後ろバーって並んでて、うん、その時ちょうど「Rolling Loud」があった時だったんでそしたらアメリの隣になんか黒いバンがバンって止まってうん、うん、なんかめちゃめちゃでかい、うん、あのセキュリティのやつが、はい、こうめっちゃアメリのところを歩いてきてなんだなんだと思って <laughs> 思ったらめちゃめちゃブリティッシュあのアクセントでんか マジでワゴンみたいな。ワゴンファンみたいな。それで来て、俺なんか、セントラルシーわかるセントラルシーのマネージャーがすごい人なんだけど、そうなんだ。絶対セントラルシーのマネージャーだと思って。知ってたんだでかいの。マネージャー。めちゃめちゃセキュリティぐらい。 でうセントラルシーのマネージャーだと思ってだ、はい、けど、口論してるのアメリーの人とあの<ら>ローリングラウドの,あの衣装が今すぐ必要だからそういうこともうショーがあと1時間以内ってなって <laughs> <あの> <laughs> いや1時間前には衣装ぐらい用意しておけよ <laughs>、ね、<laughs> とりあえずもうできるだけバリエーション作りたいからもう入らせてみたいな。<laughs> で言ってて、でも絶対入れない <laughs> アミリーの人は。入れないんだ。うセンュラルシー、C、だとしても、ーね、センュラルシー、C、初じめに名前出さなかったね。ねあそうだねでけども、その人、あのマネージャーも,、うん、もう怒って、うん、俺、センュラルシー、C、のマネージャーだぞみたいな。 でやっぱだよねって思っててでそこで友達ともう一緒に入れようみたいなであの HisWithHimHisWithHouse って言って一緒に入っておおそういうことで三人であのアメリカショッピングしたすげえだどんなストーリー LA やばいやばかったやばいねそうでいろいろなんか話してくれてアドバイスしてくれてあっマジでそうだね あの人、<ー> Central C のマネージャーは結構、多分あの人の、なんていうの、あの、脳みそみたいな役割をしてる。そういうことか、ブレインだね。めっちゃ頭いい、うん。そういうことか。うん、結構いろんなアドバイスくれたの。うん。どういうアドバイス一番覚えてるアドバイスとかある覚えてるよ。あの、まずは、うん、もう自分のタレントは絶対あることを分かってるから、うんうん、はいはいはい。あの、それを理解してくれる、うん、あの、ビジネスマンを見つける。 やっぱそうなんだバックをつけるっていうやっぱバックはつける必要があるんだねうんじゃないと日本は分かんないけどアメリカは絶対やっていけないって言われてそうなんだうわちょっとこれ結構リアルだねリアルだねリアルだね確かに確かに確かになるほどねそうそうだよね自分たちやっててもやっぱ限界もあるしねうん オートリーピスマン、オッケー。アーそっか、なるほどね。え、そっからさ、結構さ、ずっとラップ始めてさ、結構まだやさいでしょあと2年とかでしょ ?1、2年くらいかな。年ぐらいだ。え、俺ちょっと見てたんだけど、最初にバズったきっかけっていうのが、刀刀、いや。刀でしょ。これは何どういう経緯でえっとね、面白いんだけど、シカゴに TFK っていう。はいはいはい。 あのダンスグループがあって、うん、で多分その人たちがめっちゃバズった曲多分知ってる ThreeBets っていうんだけど f o r when I f i you when I f o <laughs> みたいなそれ聞いたら分かるけど <laughs> それのグループの一人のやつとつな、うんえっと、がって共通の知り合いがいて <laughs> のその共通の知り合いがあこの日本人の,、うん、あの子が俺その時まだね 1曲か2曲ぐらいしか出してなかった時でその時にいるんだけど一緒にやってみないみたいなそしたら向こうから連絡が来て一緒にスタジオ入ろうみたいでそいつはもうバース書いてて速攻ブース入ってで自分も入ってできたって感じあそういう感じそっからはそっからその人のマネージャーとかつながって 喧嘩とかしたけど、いろいろあったけど、今めっちゃ仲いいし、そっからどんどんシカゴのアーティストとか、音楽関係の人とはたくさんつながっていったかな。と思え、その人作って曲が刀なの His name is Rodio. Rodio, right? Yeah. が TFK の一人だったんだ。 今日もやめちゃったからあのあやめちゃったんだ。そう、気まずいこの話。気まずい話だ。<laughs> <laughs> あ、そうなんだった。え、そ,<う>それがなんか、な何なん,かのこん,なんかのコンペティションに勝ったのあ、そう、あの、TikTok の、うんえっと、CM? はい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 。えっと、成田亮さんがなんか主演するみたいな CM の主題歌。 をかけたたオーディションみたいなのがあってでそれがあったこと自体は知ってたのね自分でそのなんか期限があのデッドラインの直前にその曲ができたのだからそのロディオってやつにと話してもうこれ出しちゃおうよはいはいコンペティションでで出して勝った,優勝,た優勝したんでしょそうやばいねそうえでも実際に TikTok のコマーシャルの曲になってるのアウトタイムだよねアウトタイム、よねそのアウトタイムそのなんか、あのウェイビー君、JP でウェイビー君のがプロデュースするしてくれるっていう権利を勝てるっていうオーディション。オーディションってことかあなるほど。ねそれで刀で勝って、そっからスタジオ入ってウェイビー君と。で、曲を作ってっていう。 そういうことだったんだある time これが2021年ぐらい2021年かなそうそう終わりぐらいね終わりぐらいだねえその時に初めてどうやっぱ JPWB ってやっぱもう日本では結構もうトップじゃないですかうんこの業界の中ではそうだねどう一緒に働いてみてとかあの人はお兄ちゃんお兄ちゃんだええ超かっこいいよああそうだっお兄ちゃんお兄ちゃんもうねなんか そう余裕がすごいから余裕があるんだかっこいいえー、<Yeah. S 1> どうだったは一緒にやってみてさなんかさこれすごいなとか思っこたことがあったスペシフィクリなんだろうねなんかすごいフィアレスだと思うお<ー>なんかもうすごいあのそうコンフィデンだと思うあ自分自身があるんだそうそうそうなるほどねうん やっぱそれはそう分かるよね。余裕がある感じはだって初めてスタジオ入った時に、あの俺が先について、で、スタジオで普通にあの曲流し聞いてたら、ウェイビー君たち入ってきて、めっちゃでかいじゃん、アイスチェーン。あの誰だっけアレックス・アレックス・モスっていうジュエラーの人。知ってたの そうそうそうあれやばいなと思ってそれまず生で見るじゃん初めて会ってもうそれ初めましてをの初めての会話それだけどそれで超かっこいいこと言って言っててなんかやばいっすねみたいいやすぐ一スすぐいけるよホーリーシェイ He's my big b o y f e n Like since then like he s been taking care of me like。すごく、あの、よくしてくれてるから。そうなんだ。って感じ。って感じだね。なるほどね。すげえな。え、あれは結構、その、あるチャイムは。結構すぐできたの。もともとビートはあったの。ビートはもともとあって。すぐできた。あの。ずっとシカゴにいて。で、そのレコーディングのために、日本に。 帰っ,てきた帰ってきたんだ、うん、帰ってきてもう帰ってきた次の日に入ってスタジオで撮ってって感じかななるほどねそ<う>どんぐらいかかった作るのにそうバースとかあ自分はあのなんかそのウェイビーくんのがプロデュースするっていうあれだから、うん、あそっかそうあのほぼもう一緒に書いたっていうか書いたみたいなそう,うんそういう感じあんまディテール言えないかでも結構書いてもらったの、うん いやだけどあれだね、そのなんかもう自分がまずこうアイデアを出して、こうじゃないみたいな。で、向こうアイデアでできた。できたみたいな感じなんだそ<う>。えー、そっか、プロデューサーからそういうことだよねそう。そうなんで、それでなんかね3部門あったね TikTok の3そうヒップホップと j p o p と、えっと、アニメの。 ボカロアニソンみたいなそうで3部門あってでヒップホップ部門で勝ってその r − t i イムができたんだけどそっからまた他の2部門と戦わないといけなかったのあそうなんだコマーシャルのあれをかけてそうライブショーしてライブショーしたのしたしたライブショーしてでえっと投票オーディエンスからの投票あとなんだろう なんかあって投票みたいなのがでそれでその場で決まるみたいなああ実際にファイナリストがで買ってそういう感じだったんだそれで決まったでじゃあそのコンペニもを買ってさらにこの3部門でも買って TikTok コマーシャルを勝ち取ったんだそうすごいねえでもそれだって初めてすぐでしょだって初めてすぐそうだよね早いねそうねすごいなトントン拍子だもんねずっとね 結構そうだ。そんな感じするよね。だって出てきたと思ったらバーみたいな感じじゃないそうだね。名前聞き始めたなと思ったらもうすぐみたいな。すげえな。今頑張ってる。今頑張ってる。いいねいいね。そっかそっか。え、ちなみになんだけどさ、そっからえっと EP だ。EP 出てたんだよね。2022年、Butterfly Boys Club。いや、Butterfly Boys Club。これ結構いろいろ入ってる。スライド ーオッケー入ったっけラナオッケーは入ってないかな別だシングルだえっとまあだけちょっとミックステープみたいな感じになったと思うはいはい、はい、なるほどねもう出してる曲が結構出ててはいはいはいけどめっちゃゴリゴリのちょっとひあのラップみたいなフリースタイルでやろうってなって、うん、で,、はい、で G.I.Jo って,言って、ね、いう曲あれは結構個人的には新鮮だったかな、うん、はい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  結構メロディックも多いけど確かに結構そうだね、うん、なるほどね<う>えこれ自分のスタイルとかはさ割と最初の方から刀とかも結構もうメロディックだったじゃん、うん、やっぱそれはもう結構ナチュラルに最初からこれ俺のスタイルだなっていうのいやなんかもうスタイルとかは初め全然気にせずにもう出てくるやつをそのまま撮ってたからああなるほどねそャワできたみたいなへえ<ー>、うん、けどなんだろうなんか自分はあのスタイルを今あんまり固めすぎて 歌くなくてなんかすごい歌うしいろんなのやるから今はそんな固めなくていいかなと思ってるんだけど今試行錯誤中みたいなはいはいはいなるほどねで自分いろんなスタイルやってみて試してみてみたいなところがあるんだなるほどねえこのスライドも結構さ YouTube でもミュージックでも結構ライク 148k? うん。15万回ぐらいは回ってるわけやね。うん、あれとかも結構、ミュージックビデオのコンセプトもめっちゃよかったよね。そうだね。うんうん、あの、もともとミュージックビデオ撮る予定じゃなかったんで。あ、そうなの、うんうん、そう。で、あれ、曲作った、うん、あの時がすごい面白くて、はいはい、その時まだ高校、学校行ってたから、はいはい、で、ビート送られてきて、うん で、ビート送られてきたとき、授業中だったんね。で、けど、聞くじゃん、ビート。おぉってなって。で、アシスライって出てきたのもそうなんだ。そう。いつも一発目で、出るメロディーでほとんど撮ってるから。マジうん。すげそれを、 あのそれをもう出てきてもう早く授業出たいみたいな授業終わってで次の授業まで三十分ぐらいあったねで俺寮に住んでたから学校から五分ぐらいなのダッシュで寮戻ってでも忘れる前に取ろうと思ってで取ったら一曲全部できたのそこで三十分で What the fuck でその first take が今ストリーム出てるやつ What y e マジ ファーストデグンだ。そうそうそう。やばくね。そうね。でそれであの足こまであの伸びるとも思ってなくてで伸びてじゃそしたらシカゴの一番大きい一番っていうかまあトップ3には入る大きいビデオプロダクションがあるんだけどあのそこがなんか撮ってくれるみたいななってじゃもう早く撮ろうみたいなであれを撮撮ってあそうだったそうそうそう。 そうだねマジでうんすげえなえでもミュージックイドめっちゃお金かけてるよねめっちゃクオリティ高くないそうなんだあれまあけどそれこそ結構向こうで結構気に入ってくれてる人がたくさんいるからスポンサーついたりあとキャスティングモデルの子たちが自分から出てくれたりあそうなんだそうはいはいしたからあのね多分そんなにはお金かかってないあそうなんだええ すごいね。<Yes. S 1> えそういうそのスポンシャとか、そのサポートしていくる人とはどういうふうにあったのえっとね、どういうふうにあったのかな、なんか結構流れであったんだけど、うん、そっから俺のインスタとか SNS をみんなチェックしてくれてるから、うん、そこでもう、この曲やばいねみたいな、ミュージックビデオ撮んないのはい、はい、みたいな言われて、あけどちょうど今なんかストリーミングだけで結構回り始めて、だから撮りたいかもみたいな。うんうんうん 行ったらおもちゃ取ろうみたい。でも1週間後にその人が全部1週間後に全部用意してくれて。マジで、じゃあもうこれ1日で取るからみたいな。OK 取ろうみたいな。で、ロケも2カ所かな。で、全部取った。あ、そうだったんだ。いいえ、すごいね。じゃあミュージックビュー出す前にストリームがもう前り始めてたんだ。だからじゃあミュージックビューを取るかみたいな感じだったと。そうそうそう。なるほどね。 ちょっと天才すぎるんだよなちょっとすごいよねマジかで<う>ファーストテイクはやばいじゃって普通めっちゃ時間かけて書いたりする人多くない多いねだけど自分は逆に、ね、あの考えすぎると出てこないから、うん、出てこないんだそうだからあの調子悪い時ももちろんあるよだからブース入って、うん、えっとあれだねあのもう思いつかないってなったらやめるその日はー、うん、ああやめるんだ えー、絶対出てこないからそれかもうなんか全然違うことをしに行くとか、うん、シカゴでスタジオ入,入る時とかはうん、うん、なんかねアメリカでスタジオ入る時は結構長時間で入れるのね、うん、あそうなんだそう日本って高いんだよスタジオが、うん、俺もその高いイメージあるそうけどなんていうのも一日中 いられるからもう疲れたら行ってとりあえず寝て起きてとるみたいなあるしあとはそのブースでなんかつっかかったら一回出てブースで友達とゲームやって全然んかもうただ遊んでるみたいでそっからよしやろうみたいなでやって曲作ったりするかなすげえなうんなるほどねじゃあ結構えフリースタイルなの結構もう最初メロディー考えてみたいなそうもうあの一本撮り 1> 1本えあ一本撮りなんだあれ一本撮り一本撮り、えー、あのあれであの本レコーディングは一本撮りじゃないけどメロディーはうん、うん、もうブース入ってあじゃあ流してみたいうん、うん、でエンジニア流してもらって一本ザーって撮ってで一回ブース出て、うん、歌詞はめて、うん、うう入るみたいへえ<ー>それが結構自分のレコーディングスタイルかなけど そうだねけど1つに絞りたくないからスタイルとかあのレコーディングのスタイル制作のスタイルってなるうん、うん、そうなるとさ、うん、全部結構あのすごいメロディーは違くても、うん、あの同じ雰囲気が毎回出ちゃうこともあるから最近はいろんなことを試してるかうバースごとに撮るとかうん、うん、あ,あとはなんかあんまり歌詞から考えることはあんまり少ないんだけどうん、うん、歌詞からはめることも やるってみようとしてるしみたいな。いろいろトライして自分の新しい自分とか新しいスタイを作ったりとか。ね、楽しいしねなんか新しいのを探してるときは。そうなんだ。うん、なるほどね。<う>えレコーディングしてるとき以外は何してんの？レコーディングしてるとき以外,以外あどういうこと？なんかその音楽とかやってないときの、うん、まあフリータイムとか。フリータイムは。うんあー だけど結構自分人といるのが好きだからあ,あそうなんだそうだからなんか普通に遊びに行ったり、うん、あとはもう友達とずっと話してたりうん,、うん、うんけど最近ちょっとあのゲームやりたいすいゲーム、うんなんでゲームやりたいの <laughs> えなんか楽しそうじゃん <laughs> なんかねめっちゃ前まですごいやってたんだけど <laughs> うん、うん、なんかいろいろ時間なくなってやめたっていうか<ー>全然やれなくなって 今 PS5 買って久しぶりに、うん、俺、ツめっちゃやってた前ああので1週間で、うん、あの本当に課金して <laughs> 課金してあのマイプレイヤーを1週間で90とかまで持っていくのがあの楽しかった何やってんだと思うけど <laughs> あのそう課金してやってたね。<laughs> そう,そうなんだ。結構じゃあ、フォートナイトとかはそう、2K とかも結構ゲームするんだね。そうだね。うんうん、けどあんまなんかもう上手い人はマジで上手いから友達がすごい上手いのみんなあ。あ、そうなんだ。そうだからその子たちが、うん、だそういう戦う系は結構キャリーしてもらって、<ー>で俺はもうプレイアラウンドするだけ。<laughs> なね、ふざけてるず。ふざけてる なるほどねそういうことかええいいなえじゃあもう別あの結構ファッションとかも好きだよね好き好きファッションはもうさっきもアイビリの話とかしたけど好きなブランドとかあったりするの最近は結構あの日本のブランドをあの着ようと思ってるはいはいはいそのニゴさんとかがそのニゴさんってアメリカでも絶対的レジェンドだからファッションではファッション業界の 人たちとかも結構たくさんいるからシカゴって。だって Virgil もそうだし、ね、Don't See っていう,う、うん、Don't See はね多分、うん、Virgil の次に有名かな。と、うんえー、い,いうか、えっと Just d o n う、っていうやあのハーフパン h とかあ,<ー>あとは有名なのはあの川ここが川で、はい 普通のえっとフィレッハットのやつとかがすごい有名なんだけどそれねなんかカニエとかが昔めっちゃあのつけててでめっちゃ有名だったので自分の世代の人たち多分あんまり知らないんだけどめっちゃ有名でその復刻版が2ヶ月3ヶ月前くらいに出たんねやば絶対売り切れるやんってなって俺もう急いでそのショップまで行って学校終わった後にね 行ってで閉まってたのジャスダンが、えー、でだけどもう俺絶対今日買わないと、うん、あダメだと思って <laughs> で俺さなんかそういうとこご利用しちゃうのマジででそのジャスダンのビルのあの,、うん、あのピンポンを押しまくって、うん、<laughs> これが <laughs> 押しまくったらダンシーが出てきたのええ<ー>あのショップ店員じゃなくてンシーが出てきてうわやばえダンシーじゃんみたいな <laughs> で,でもあそいつはあのなんだこのヤバいアジア人みたいそれはそうなるよなと思って,て <laughs> でそれで,でそれでなんか結構いろいろ話してでその店員の人たちとかも結構すごい人たちが多いので、ね、もうファッションの業界ズブズブみたいないろんなとこにコネクションあるみたいなでその人たちとかも LA の人たちをつなげてくれた人もたくさんいるし熱い あと、あのねすごいこれビッグフレックスなんだけどわ、うん、かる人には。うん、あの、えっとね、ジョーダン2かなジョーダンとジェズドンあの, Just Don のコラボがンのピンクのですね。あ<ー>で、DJ Khaled とかが入ってたり、みんな入ってるんだけど、うん、その、ドン・シーとかジェズドンの人たちと仲良くなって、ある日、 チーズのミュージックビデオの前にそのピンクの衣装があったのね。はいはい、であの、ピンクの靴を探してるって言ったら、分、はい、かった、じゃあ1 0の0円ちょっと待っててって言われて、なんかあのストレージの方まで行って、うん、その,あのあれコラボの靴、うん、今多分ストック X とかで20万とか、20か何十万かはする、絶対に。のサンプル そういういことの靴をくれたの、うん。<laughs> マジで言ってんのであのでそれはウェイビーくんとかにも見したんだけど「うんうん、お前絶対履かない方がいいよ」<laughs> 言われて言われたんだけどチーズのミュージックビデオでバリバリ履いた <laughs> <laughs> だって靴は履くもんだからっっ <laughs> <laughs> まあそうだねしかもそんなサンプルとかなんかそんな大事なものをくれたらなんか逆に履かないとなんか申し訳ないというか失礼だし <laughs> そうだからそのめっちゃ高い服とかをもう自分超頑張ってバって買ってもう,もうどんどん着る、うんうん、ああそうなんだでそ,れそれこそそのニゴさんとかのやつとか最近日本のやつを着ようと思ってて、うんはい、はい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 、はい、だからこの間賢三の T シャツを買いに行ったりあとヒューマンメイドとかあとはうん最近はディーゼルディーゼル ディルって日本なのいやわかんないけどアジアさすごい強いイメージあるねコリアンラップとかも結構ああ着てるんだ J イパーイとか s i c k あとかそれこそたくさんいろいろ着てるからアジア人っていうのを結構レップしたいからこれパンツも今ディる。おおでそうだね でファッション好き。ファッション好きだよね。おしゃれだもんね。はいはい。や、マジで。う。ん。いや、これとかはさ、シカゴブラックホークスって。はいはいはい。あの、いや、ホッケー。ホッケーだ。そう。はい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 。の、ジャージうんうん。とか、これはブランドとかじゃないし、うんうん。みたいな。なんかそういうの組み合わせたりして。なるほどね。レップできるものみたいな。そうそうそう。いいね、いいね。うん。でもそのシカゴと日本のこのアイデンティティがあるから、いろいろできるから、結構いいよね。うん。やっぱ。 なるほどね。そっか。え、じゃあその辺が結構好きなんだ。けど、ブランドもやろうと思ってる。自分でうん。絶対いいじゃん。そう。結構、始めてる。え、始めてんのえ、まだリリースとかはしないんだ。まだわかんない。うん。初めは多分売らないかな。ああ、そういうことうん。なんか、友達用にみたいな。友達用がもそうだし、もう自分がどんどん着たい。あ、自分が着るようなものを作るってことうん。ああ、なるほどね。そう。はいはいはい。いいね。 確かにそれが一番確かに自分の着たいものを作るっていうのはう,うんなんかモデルの人とかももちろん撮ってうん、うん、撮ってもらいたいけどうん、うん、自分がモデルでもやりたいは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 い、うん、なるほどね<う>いいねいいねそうそうそうで結構いろいろやってんだじゃあファッションもやってるし音楽もやってるしそうだねうんうん、うん、やってると思うなるほどねそっかそっかえちなみになんだけどさなんかあの あこの間、まあ、それこそさ、俺、まあ、一星のことを、まあ、ちょいちょ,くちょくちょくしてたんだけど、うん、あのハイプビーツ、ハイプビーツのやつで結構見て、うん、どうだったオ ?O3 も出てたよね。O3 でた。ーあれは、うん、だからそれこそ、レイとかはもともと知り合いで仲良くなって、でそだレイのブログとかは結構チェックしてたから、それでヤンンセいはいはいはい あのビートメーカーしてたからうん、うん、あのえただで、うん、あの先生のビートに乗れんならやるでしょそうだね <laughs> 速攻取って出して、うん、またオーディションみたいな方そうだよね、うん、TikTok も良かったよねあのなんかちょっと O3 感もあってさこうやってやって、うん、でみんなでこう、うん あのビデオめっちゃいいな思ってあのシカゴの寮にいるきに友達1階に住んでるの1階に住んでるやつ全員ノックして出てきてみたい今日着替えてみたいパジャマとかのやつもいたからビデオとか着替えてって言って5分後5分後こいつの部屋ねって言って全員集めて であれやった <laughs> すげえなそ<う>すげえ行動威力だわ。そうだよでちなみになんかあのあのねなんかすごい先生がいて歴史の先生なんだけど<う>自分のあのスウェリーとか<う>メトロブーミンとかとコネクションある人なだう、うん、やばマジそうでその人はあのなんだっけあのさめっちゃめっちゃさかっけカメラ撮る 学園、学、学、学と同じ大学行ってたんだえ、マジでそう。で、それでなんか、その人とかが結構いろいろ話したり、アドバイスとかくれるんだけど、今でも連絡取ってるし、先生だけど、もう、マイブローみたいな。あの、夜とか、何も言わずに俺の部屋入ってきて遊びに来んの。で、フィファやろうよ。お前、本当に先生かと思って。 おもろいな。その人とかもそのビデオ入ってた。ああそうだった。そう。超いいじゃん。結構、寮の学校なの寮泊ってる人多い学校だったの多い。なんか、ボー a r d i n g school?? え、そういう。え、一応、boarding school だけだと、全体の2割か、3割しか、ああ、両には、ああ、そうなんだ。Otherwise, like everyone's day student。ああ。なるほどね。え。 結構ね量あるが学校ってなかなか。i t i s l i k e a, private school. なんかあのその曲その曲じゃない、その学校しかアプライしなかったの。その学校しかアプライさせてくれなかったの親が。あそういうこと。そう。だからあのもう死ぬ気で勉強して。結構やっぱ高いんだ学力レベルとか。高い高い高い。高いよ。本当にどうやって俺が入ったんだろうっていうくらいの。 やばい。そうだった。うん。結構いい大学みんな行くんだ。行く行くアイビルディングとかあの、学年5、6、5か8人ぐらいはハーバード行った。マジでマジマジマジ。おー、それはやばいわ。うん。なるほどね。頭いいみんな。頭いい学校だったね。だから、勉強教えてみたいな。しかも最初は英語できないんだったら、それこそさらに大変だよね。大変、大変でしかないよ。そうだよね。そうだけども、フリータイムの時とかでも、 もういろんな人と話してたんだけどあの輪にとりあえず座って、うん、もう何言ってるか分かんないし <laughs> 自分も何言っていいか分かんないからもうずっと苦笑いを食ってであとあとめっちゃ泣く俺が喋れるようになって、うん、もう何でも喋れるようになったら、うん、みんな「あの時イ切絶対絶対理解してなかったよね」<laughs> 俺バレてないと思ってたんだけどバリ,バリバリバレてたね。 そっかあが分かってなかったのバレてたらしいそう話しながら向こうも分かってたんだ多分分かってないだろうなみたいなそうでなんかねけどもそっからもうめちゃめちゃ英語頑張ってたから英語喋れるようになったしなったんだけども頭がそっから英語になっちゃって日本語が次おかしくなっちゃったのそうでコロナの時に帰ってこないといけない時に飛行機でさあの 税関のさあれ書くじゃん、うん、俺マジで鳥肌立ったのがあの自分の住所書けなかったあ感じ感じでで、えー、びっくりしてえみたいな, <laughs> なんかもう <laughs> 20分ぐらい飛行機で一人で <laughs> マジみたいな俺の母国語と思って <laughs> めっちゃビビったけどけども,もう大丈夫かなさすがにあ、まあ、でもそうだよね脳みそ切り替えないとさそう 話せなくなるよ、ね、そうだね。うん、だから日本にいる時とかも英語、日本語両方喋れることかは、うんうん、とかは、あの、アイザックとかもそうだけど、混ぜてさ話すじゃん。うんうん、それが一番話しやすい。はいはいはい。なるほどね。うん、そういうことか。うん、まあ結構まあ若い頃にしたし、まあ、その気持ちはわかる、like。いろんな日本人の人がやっぱりそのいちいち英語を聞いて、その英語を日本語に 翻訳して日本語で理解して、うん、あ意味が分かった次日本語を喋ろうとして日本語で文を作って英語にしてこれは時間がかかりすぎるから、ね、コミュニケーション取れないよねだから英語は英語で理解して英語で喋んらないとそれは気持ちはめっちゃ分かるそうだからなんかあのめっちゃ面白かったのが、うん、あの一個上に一個自分が11年生か10年生ぐらいの時に、うん、一個上にあの日系アメリカ人の子がいて、うん で、その子、日本っていうのは知らなかったの。ああ日本人っていうのは俺は知らなくて、ずっともう2年間ずっと英語で喋ったの。うんうん、で、俺が11年生の時に、向こうが12だから、卒業じゃん。卒業式の日に、うんあの、そいつが日本語喋れるっていうことが分かって、<laughs> えみたいな。<laughs> そうだったうみたいなそ。そうだったの。<laughs> けどさ、2年間英語で喋ったやつとさいきなり日本語で喋るのさ、うん、すごい変な感じ,じゃん。バイバそうだね。だから、 なんか変な感じしたすごいそうなんだえ結構日系少ないんだやっぱ少ない少ないよね日本人シカゴなんて特に日本人はいない少ないんだ見たことない観光客も見たことないし住んでる人もあんま見たことないがそうそうなんだ俺 LA にしばらくいたけど日本人めっちゃ多かったもんだ本当。めっちゃ多いコミュニティもちゃんとあるしそうなんだけ俺 行ったんだけど行く時さいつもレコーディングのか、うん、レコーディングと買い物だけして帰るから本当、はい、3日週末だけ行って帰るみたいなのをずっとやってたから、ねうんうん、そこでも日本人と会わなかった会わなかった、うん、やっぱ多分ねずっと生活してたあとねその日本人が多いエリアとかあるんよ<ー>やっぱどうしてもここ,ここに行ったら日本人多いよねとか、うん、そうまあリトル東京もまあいるけど、うん、まあ OC の方オレンジカウンティの方とか行くと、うん、そのコミュニティ待ってティとかするしそうなんだそう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 結構場所によって結構固まってるイメージあるね I wanna go back to LA so bad. Yeah LA's sick dude I, I think I'm moving there Really? Yeah Wow なんか東京に住もうとも思ってるけどうんうんそうだよねだからどうするのかなと思ってけどなんかやっぱ グローバルなアーティスト日本にいないからまあ確かにそうだね、うん、でなんかすごいそれの自信はあるからできるって確信したから LA のスタジオ入った時にその向こうのメジャーのアーティストしかやってないエンジニアとか音楽関係の人とかもそのスタジオにいてでお前今まで見たあのアジア人のアーティストの中で一番やばいみたいマジで言ってくれたんだ でもいつでも、うん、あの LA その住んでみなよみたいなすごい言われてるのは,いは,いは,いはい。であのスタジオ必要な時はいつでもここ使っていいし言ってくれてるから s crazy. <S、yeah、あのなんかすごい人に恵まれてると思うそうだねいやもう聞いてるとそうだもん、うん、そんなみたいなそうだね、うんだ

自分はね、まだ全然うまくいってないと思ってて。あそうなんだ。うん。なん。か、ね、うん。う a うん。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 う way うん。う h うん。う e うね。うん。うん <Yeah. S 1> <Yeah. S 2>。うん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 。ううん。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 t ん。う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 ん。 特にこういう業界とかエンタメの業界とかもそうと思うけどそうだねハングリーにいるやつが絶対勝つから超重要だと思うそうだ確かにそうだねなるほどねだからちょっともうすごいいろんな話してちょっとどこまでいったか分からなくなっちゃったあそうだこの間あれだよねチーズ出たよねチーズ出たそれあれもやばかったねえあれはどういうあれなのその経緯でさチーズ作るなチーズはあーっと 春くらいに東京戻ってきてた時、うん、冬かな冬に戻ってきてた時に、うん、ウェイビー君と遊んでて、うん、その時にあのスライドリミックスうん、うん、あ,あのや,やってほしいみたいないっ,ったら、うん、全然いいいつでも送ってみたい,いでそれでスライドリミックススライドリミックスが先にできてうん、うん、でそっからなんかなんかスライドを、うん はうまくいったけど、うん、なんかなんかね1曲だけに、うん、あのなんでしがみついたくないの<ー>自分はだからしかも曲は結構ストックあるしうん、うん、でチーズ作って、うん、なんかコンセプトっていうかその雰囲気がチーズとスライドって結構似てるからじゃあ一緒に出そうと思ってでウェイビー君に送って。 で、ウェイビー君から帰ってきて、で、ミュージックビデオ、本当はじゃあ東京で撮ろうかと思ったんだけど、けど、そしたら結構遅くなっちゃうみたいな。<ー>出すのがで、で、シカゴのそのビデオプロダクションに相談したら、え、じゃあシカゴてかアメリカにいるのが一斉で、うんあの、東京にいるのがウェイビー君だから、それ二つでセパレートで撮って、一緒にしちゃえば、うん、編集でやってね。そう。うん いいねって言って。で、それは、その時ね、めっちゃ冬だったから、うんうん、あの、シカゴで、あの、外で撮りたかったんだけど、ちょっとね。はいはい、けど、映えないの、どこも。寒いし、すごい、うん、なんていうの 悲しい感じね。全然悲しい曲じゃないじゃん。そうだよね。全部手配してくれて、BMW も無料で貸してくれたし、場所も全部。Damn, that's crazy. で、それ撮りに行って、めっちゃ楽しかった。撮りに行って、で撮った後にウェイビ君が東京で撮ってくれて、送ってもらって、で、つけたちが。 なるほどねそ<う>あれも結構いいミュージックだったよね Thank you そ,っそ,っそうかそうかなるほどねなるほどね <laughs> 結構こうまあいろんなその方向性とかまあいろいろ動いてると思うんだけどそうねうん。これからどういう風な動きしていくかとか考えてるのこれからは海外に行きたいからはいはいはいアメリカもちろん日本でもやっていくけどうんアメリカ もう、あの、動き始めようと言いましてね、もう準備始めてるから、はい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 。そう、それこそ LA とかもコネクションあって、シカゴとかもコネクションあるから、うん、結構、ムーブしようと思ったら、結構そう,、ね、そうだね。そう、なんかあんまりこう、日本で海外に発信するアーティストってあんまりいないから、確かに。 そうなんかもったいないと思う、なんかヒップホップで日本っていうと、やっぱファッションが先に来るのねうんうん、うん。そうだね。そうベイステン・レイプもそうだし、ン確かにヒューマンまあニゴさんのあれだけど、そうだけど、あれくらい日本人でも大きくなれるっていうのが、もうプルーブされてるから、あとはもうアーティストがそこまで頑張るだけだから、そうだねでその自信もあるし、もう準備も始めてるから、絶対行く。 いいねいいね。いいねうん、え理想のアーティスト密をみたいなのあのこういうアーティストになってこういうことを歌ってこういうことをしたいみたいな。ああ<ー>。具体的にみたいな。けど理想なんかこういうことを歌いたいとかはあんま思ってなくて、うん、っていうのは、うん、なんていうの音楽好きなところすごい自由なところだから、うん、あのなんていうの本当に自分に今起きてることをなんか歌うのがなんていうの 音楽だと思うし、うん、それの方が絶対いい曲ができるから心から出てるからさ確かにそうだねそうだからなんか何を歌いたいとかあんまり思ってないけど、うん、まあそうだねなんか海外なんか世界中で知られてる人がいいね、うん、はいはいはい like、うん,なんだろうアジア人だったらもう ジャッキー・チェン。ジャッキー・チェイン。いや、確かに。あの、だからもう、みんながさ、ジャッキー・チェインって言ったらさ、みんな入ってまね、みたいな。るじゃん確かに。だそういうの、なりて、なろうとしてる。いいね。そう。いいね。こういう舞台達立ちたいとかあるの例えば、コーチャーラーとかさ。コーチャーラーもちろん立ちたいし、あとは、なんかすごい個人的なんだけど、シカゴ出身で、初めて行ったヒップフェスがサマースマッシュだ。そのリカ・レモネードのやつ。 それを見て絶対フェス立とうと思ったから、はいはいはい。Summer Smash は出たいから。やばいね、確かに。あとステージって言ったら、うん、アリーナ埋めたい。アリーナ埋めたいねやばいね。はい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 。なるほどね。シカゴ確かに、リリカルネームド強いよね。強い強い。ね。コール・ベネットはすごいよね。俺も結構、なんか、非常に inspired。Really? そう、なんか俺ミュージックビデオとかてたから。 Oh, yeah. So, when I なんか、ミュージックビデオとかもアメリカ撮ってたし、リカール・レモネードはめっちゃ見てて、その動きとかもそうじゃんで、こうなんかそのブランドとしてさ、ブランディングすごいよね。ブランディングすごい。すごいと思う。そう、サマースマッシュもあって、YouTube のチャンネルもあって、レモネードも作っちゃうし、なんかアパレルも作ってるしみたいな。なんかその、今までのヒップホップってちょっとアングラ感がすごい強かったけど、すごいメインストリームをバンって持ってき持ってきたと思う。 すごいあれはすごいね頭いいと思うしうん、うんね、なんか日本でもそういうのそういうムーブあってもいいかなと思ってる結構けど、ね、結構ヒップホップ来てるからうん、うん、あれだけどねそう,そう,思うそうだよねアンリカン・ルーンのポップな感じとかすげえんか、うん、それをなんか俺も他のみんなと協力して日本でこのヒップホップをポップにしていくみたいな動きをできたらいいなとはめっちゃ思うし、うん、いやめっちゃいいと思う、うん、なんかなんだろう 日本アメリカってさ、うん、あのなんていうの、その結構いかつい人とかじゃなくても、うん、なんかもうあヒップホップ聞くのっていうくらいの女の子とかがめっちゃ聞いたり、それがすごいいいと思うのねなんかこう人として人っていうか人間性とか違うところはもう全然違うのに聞いてる曲が共通でつながるとか。確、うんはいはい、確かに確かにに なんかさ、結構日本の人ってさ、うん、こう、ヒップホップ好きってなったらさ、うん、なんていうの同じ感じの人が結構多いじゃん、そうね、オーディエンスとかも。だからなんかもっといろんな人が聴いてくれたらすごいいいと思うんだよね。うん、そうだね。I think it's なんかコミュニティがちょっとクローズすぎるし。それも俺ももうちょっとエクスクルーシブだよね。いや、ね。Yeah. It's really exclusive. う、うんまあ、もうちょっと広げてもいいのかなってすげえ思うな。うん、it's like なんか多分他の人とかは結構、うん、あの、 スのップインするのが怖いと思うそうだよねちょっとこうなんか仲間外れになりそうな感じでそう俺それはめっちゃもう日本のヒップホップ業界ちょっとまだそういうところがあるからちょっともったいないなってはちょっと思うよねなんかいい音楽本当にいい音楽だし日本のヒップホップもそうなんかなんていうの暴力的なやつばっかじゃないからそうだね確かに確かにそこもいいよそれを聞いてほしいよねそうだね 確かに確かにえちなみにさちょっとあれなんだけど仲いいアーティストとかって JP の OB 以外にいるのラナラナラナは曲始めてすぐに知り合ってあの毎日遊んでたあマジであそうだったんだそう同じぐらいの年えっと1個下俺のかそうずっと遊んでてだね今もずっと仲いい多分今日会う あそうなんだええ、ラナもすごい今頑張ってるよねラナはすごいねラナが結構ね頑張ってるねそっか OK 曲やってたもんね一緒に OK やったあれもけどあのくらいに出てる曲は全部遊びでやってるからああそうだったんだ俺ね OK 撮ったのプロデューサーの本当に家のトイレえそうなのトイレでトイレ座ってあのさす結構 声量出てるから曲普通に家でやったら近所迷惑でしかないじゃんだから布団取ってトイレに座って布団かぶってあれ取ったそうなんだやばでその後ラナがあのワンテイクで全部歌ったマジそうそうなんだだからラナとかと曲つける時めっちゃ速いえパパパみたいなね 確かに、うまいよね。すごい、オンリーワンだと思う。はははいいい確かに曲なんかハスキーな感じとかね。そうそうそう。日本人版じゃないよね。確かに、ちょっと日本人だね。すごい、いいと思う。結構意外だったわ。そんな仲いいんだね。そうだね。えー、なるほどね。そっかそっか。なるほどっすね。 ということで、まぁちょっと、まぁすぐ終わっちゃったっすけど、1時間ちょっとしゃべれたね。しゃべれたね。よかったね。いや、めっちゃすごい自然体だったし、なんかいろんなこと聞けておもろかったな。すげえ。よかった。やっぱアメリカのびっくり話がすごすぎたな。ちょっと、世界が違ったね。そうだね。確かに。ということで、まぁちょっとさせようってもうちょっと話したいなと思うんですけど、これ一体ね、このポッドキャストは終了ということで、また。 次回ぜひ、あまあ伊勢は、いせわ、ティックソック、インスタグラム、ユーチューブ、ぜんやってるいや、ぜんやってる。さあ、リンクした方に貼っておくので、ぜひぜひ、それとね、曲もチェックしてもらって、ね、チリーズがもたばっかりなんで、ぜひぜひ応援していただけたらと思います。ということで、次回のエピソードでお会いしましょう。Peace! ありがとう